三村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。サマーズ大竹和樹です。三村正和です。佐藤美希です。サマラジ今週もよろしくお願いします。お願いします。この間にサマーズを3回も言ってるんですね。そうですね。チュルルルとかまあ一回聞き逃してもあれ誰がやってんだろう。だ何回もね、うん、聞けるっていう、ねええ、あの一回も何も言わないでさ、そうリモートで喋ってる人がいるもん、ね、うん、誰なんだよっていう時あるから、うん、一回言ってくんねえかなとか、そう、うん、そのピュルルジングルみたいなとこ言わない時あるもんね、うん、うん、いいかそれは。そういうことね。俺はあのなんでこの司会者はリモートなんだろうっていうのを、うん、番組のドア頭に言ってるだけで、はいはい、途中で言わないもん。言わないよね、はい、なんかなったのかなとかさ、うん、なんか家族が濃厚接触して言わないで、事情言わないよね、うん、ね、断るたんびに言ってほしいんだよいいよお前その時間よりも大事なことがあんだその説明の時間よりねえ、うん、世界陸上が終わっちゃったんだよな、俺結構好きなね世界陸上。俺も好きな、でやっぱ織田裕二さんのあの感じが好きなんですよ。はい、でもサニーはもう良かったよね。いやいいんですよ、100m 決勝であれをね本当夜中に見たかったのよ。俺も酒でも飲みながら、はい、ね、大体世界陸上ってさ夜中に1万メートル知らない人が出てるなーとかと思いながら 見たり、朝やっぱ世話しないからね。朝はねバタバタして仕事行ったりして、なかなかチェックできないですよね、うん、リアルタイムでは。好きなんですけどね私はね、残念ね、終わっちゃった。あとはどうですか。それでは曲いく、はい、はい、それでは1曲目参りましょう。織田裕二さんでオールマイトレジャーズ。FM93 AM1242 日本放送、三村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。日本放送キーステーションにお送りしているサマーズのサマラジ、パーソナリティはサマーズ大竹和樹と三村正和です。アシスタントは佐藤美希です、うん、本日お送りする企画はこちら、この音なんだっけクイズ。日常でよく耳にするけどこれなんだっけ、そんな音や音楽を集めたクイズ企画となります。なるほど、うん、まあ、音といえばイントロクイズ以前やりましたが、うん、大竹さん強かったですよね。あの、うん、1音目が好きなんですよ私。1音目最初の音デクテューンみたいな。そうそうそう、1音目がね、東京ラブストーリーの、はい、うん、それで今回私も参加させていただきますので3人でバトルとなります、うん、なので、うん、クイズの出題は三村さんの元運転手で放送作家の坂井さんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。出したこと、何の声出したこと、このラジオで。ある。このないか。このラジオではないですね。ね、はい。ではまずは音クイズいきたいと思います。うん、はい、意味が全然わかってないけどいきなりやるのね。説明は聞けば音を聞きゃわかんない。はい、もう何の音かね。一度は耳にしたことがある音です。ラジオの前のあなたも一緒に考えてみてください。はい。はい。はい、では音を流します。早押しとなりますが、ラジオだとわからないので、答えがわかった方はそれぞれの名前を言ってください。自分の名前ね。はい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 、では最初の問題。この音は何でしょう。大竹。うわ。大竹さん。ポテトが出来上がった音ですね。どこ？あのマクドナルド。早い。そうだよね。聞いたことある。フライドポテトが。はい。そっか、マクドナルド。俺あの信号かと思った俺。ああ、はあ。なんかあのポテトですこれ。ええー、ほら全然聞いたことないこれ。マクドナルド三村さん結構ね食べてますけど、うん、俺より食ってんじゃない？マック好きなのよ。でも行かないもんね。買いに行ってもらうか配達してもらうだから。もうわかりました。わかりました意味がね。はいはい、はい、この音は何でしょう？大竹。うわ早い。大竹さん、新幹線の到着する前の音。東海道新幹線の車内チャイム、ドゥルン、車内で流れる。わかるわかる。座ってて流れるやつ。そう。東海道ライン。ちょっとごめんなさいね。あの大竹さんちょっと
すいませんね。はい。大竹、はいって言ってから少し考えてないですか？ちょっとありますよね、まだ。やってないでしょ、はい、完全に分かってからやってほしいんですよ。いや、それやってないつもりなんですけどね。ちなみに、今回、何て言っていいか分かんなかっただけ。お手つき、間違えると、一回休みとなります。まあ、なるほど。はい。はい。ちょっと今もう分かんなかったでしょ、でも。で、もうちょっと聞けば分かったのかもしれないけど、はい、早いんだよね、やっぱ。早いんですよ。だから、その速さが、すぐ新幹線のって言ってくれればありがたいんだけど、って言ってる間に考えてんじゃないかな。言葉なんて言えばいいか分かんなかったね。分かってんだけど。わかりました。新幹線のっていうのを先に。ちゃんとちゃんとね、うん。はい。新幹線のって言えばその後、でもいい。第一声を言わないといけない。いや、分かってる。はい。はい。では3問目。この音は何でしょう？うわ。あ、そうだ、知ってる。はい、おたけ。はい、ああ。どっち？じゃあ、佐藤切りです。佐藤でいいですか？はい。お風呂が沸きましたのチャイム。そんなの人それぞれじゃねえのか。いや、だから、オーソドックスはこれ。人それぞれに違うよ。いっぱいある。てんてんてるるる。いやいや、俺んちは、お湯が沸きました。お湯か。ちなみに俺んちは今何も言わないから。これ自力でお湯止めなきゃいけない。当たり前なの、これ。だいたい俺もいくつかマンションを経由してきましたけど、はい、この音鳴ります。マジか。だいたい2パターンぐらいしかない。2パターンぐらいしかない。はい、確率が高くこれ。俺んちは今何にも言わないから。俺んち古いのかな、じゃあ。いやいや、一般の家だとならない可能性もある。でも取り付けてる会社にもよるかもしれない、ね。あ、そうかもしれないですね。お湯が沸きましただよね。そっちも。お風呂が沸きました。そうそう。うん。もうちょっとさ、はい、俺にも分かるやつにしてもね。でも美馬さんね、俺マットじゃない。いや悔しくもなんともないね。初めて聞く。これ、ね、おそらく聞いてる皆さんはもう一回は絶対聞いたことある。そうでしょうね。私は。そう。私は分かりますよ。別に俺浮世から離れてるわけではない。そうです。で続いては美馬さんも聞いたことあります。はい。のちょっと懐かしい音。この音は何の音でしょう。はい、大竹。はい、大竹さん。ブブゼラ。正解です。おー、すげえ。ね。俺、暴走族かと思っちゃった。サッカーね。ブブゼラやります。2010年。南アフリカ。南アフリカ大会の。列車とかと思います。見てるか。ブブゼラ難しいよ。ブブゼラ。2010年ね。これやっぱ三村さんも分かりますっていうのは俺の中でヒントだって。三村さんが吹いてましたから、ブブゼラ酔って。この記憶があるんで。ブブゼラ吹いたまま酔っ払ってどっかに運ばれた気がする。怖いですね。コマノって誰だよって言いながら。それがヒントになったかもしれない。俺の中では。はい。はい。ちょっと続いても、思考の違う問題になります。はい。このブロック最後の問題。はい、音ではなく声です。声。はい。これはちょっと、あるメールから、端を発しまして。ラジオネーム、グローブは友達さんから、ナイスのコーナーでこんなメールをいただいていました。日本放送ショーアップナイターの解説者。真中さんと山本さんの声がすごく似ています、うんうん、どちらが解説しているのかわからなくなります。真中さんってあの元ヤクルトの監督のね、山本正さん、ね、山本正さん、ああ、はい、野球好きのサマーズの2人も聞き比べてみてください、うん、はい、どっちを言えばいいの、これはどっちかってこと、一番が、一番がどっち、はい、いいでしょ、はい、一つずつ流しますので聞き終わってから、はい、丁寧に投げてるのは伝わるんですけども、柳の意図してるボールよりは若干外れてるようなボールが多いですよね。なるほど。少しずつですけど、はい、柳のね、あのコントロールが微妙に狂ってますよね。ですよね、はい、すごい。今柳がね、はいはい、ちょっとタイミングを外してクイック気味に投げましたよね。なるほどね。サポートに対してね、ああちょっと打ち損じでしたかね、高めの、ね、変化球だと思うんですけどね、うん、言わない、はい、あ、でもいや分かるよ、分かるよね、全然違うよ。では2人目お願いします。一つ特徴がね、変な連敗しなくなったんでね。あーはーはー、だから今日は報いなきゃいけない試合ですから。いいですか、はい。はい、ああ、もう三浦さんあげちゃった。はい、三浦さん。一人目が山本松さんで、二人目が真中さん。ちょっと待ってください、俺逆です。え？あ、マジで？そっくりじゃね？俺は一人目が、真中さんで、二人目が山本松さん。え？正解は？このクイズ、大竹さんの正解です。ほら。こちら真中さんですね。すげえ似てない？似てるけど、やっぱ違うね。丁寧に投げてるのは伝わるんですけども、柳の意図してるボールよりは若干外れてるようなボールが多いですよね。
一つ特徴がね、変な連敗しなくなったんで、山本雅さんって決めつけちゃった。だから今日は一つ一死、報いなきゃいけない試合ですから。ですね。はい。似てるけどね。相当似てたね。で、真永さんがすぐ分かったから。はい。俺よく解説者の、この人似た喋り方するなってしょっちゅう思ってんの、ここ。うん、分かる分かる。ね。誰だってよく当て合ってんだよね。うん、矢沢さ健一さんかなとかさ。だから、この真永さんも、ちょっと特徴似てんなと思ってた、俺も。マサさんと。ちょっと優しい喋りなんだよ、二人とも、うん。マニアックすぎだろうよ。マナカって。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中。サマーズのサマラジ。FM93。AM1242 日本放送井村正和と大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ、本日はこの音なんだっけクイズをお送りしています。うん、ここまでの成績ははい、はい、大竹さんが4つ正解、はい、佐藤さんが1つ正解、うん、はい、井村さんが0、うんうん、でもなんか不思議と悔しくないなんだろうな、俺もう諦めてんのよ。この手のクイズダメかな。大竹さんが強いですが、強いですね。はい、では引き続きクイズの出題、坂井さんお願いします。はい、はい、ここからはですね、この声誰だっけクイズになります。だから結局わかんないよね、これも。俺これも、まあ、大竹さんの方が強い。あ、そう。声、う、じゃあ本人が歌ってない歌を歌うってこと？はい。そんなのあんの？カバー曲であったりとか。はい。こちらも早押しです。はい。分かったら自分の名前を言ってください。はい。はい、では、この声誰だっけ？一問目。まずは、昭和の名曲、小林明子さんの恋に落ちて歌っているのは誰でしょう？うん。もしも願い佐藤。はい。お、徳永英明さん。おお、すげえ。早い。女性かと思ってた。あ、本当だ。アルバムこれ聞いてました、カバー曲の。これはやりましたね。女の人かと思ってたよ。確かに最初ね。最初女性かと思いました。ね、またこいつトンチンカンなこと言うんじゃないか。すごい。でもいいんですか、ちょっと長かったですけど。今のは。まあ、佐藤って初めてやったんで、許す。おまけです、うん。ありがとうございます。あと、他の人が全然わかんなかったから。なるほど。俺も大竹も。はい。はい。では、続いては、騎士団のワンナイトカーニバル。歌っているのは誰でしょう？はい。はい。三浦さん。高田久美。違います。はい、はい。大竹。はい、大竹さん。浜崎あゆみ。正解です。うわぁ、もう、高田久美でも正解じゃない。ちょっとやっぱ特徴的だもんね。浜ちゃんか。浜ちゃん。浜ちゃん。はい、ということで、大竹さん正解でした。お前かなーってね。高田久美も同じだよね。ちょっと違うね。真中さんと山本真麻ぐらいの違い。まあ、そう、ね、そこまでも似てない。はい。では続いては松田聖子さんの瑠璃色の地球です。歌っているのは誰でしょう？夜明けの来ない夜は、ね、はい、大竹。大竹さん、これも分かったかも。中森明菜。そうね、これは分かるね。クイズのダメな人になっちゃったピンポン鳴る前にそう、そう一番嫌がられるやつ回答し、俺も知ってましたアピールね。俺一番嫌いなんですよ。いいです、夢中っていうことで。それになっちゃったよね。はい、ということで正解、中森明菜。ただそうって言われた本人、はい、そんな嫌じゃない。いや違う、これ分かった。司会やってる人が嫌い。ああね、これ嫌だ。まあ、そうって言うのはこっちでピンポン。まだピンポン出してねえんだよ。司会やってるだけでね。はい、クイズの。では続いてはですね、コーラスの部分に注目して聞いてください。メインで歌っているのは竹内まりやさんです。おう、コーラスが誰か。そしてそのコーラスは誰でしょう？女性ですね。
こんな声とか。口を出してる。歌うまい。高い方が。そうなると当ててないことになるね。そうだよね。今もうすごいってヒントでもう当てるしかない。今もうすごいってなんか、正解はですね、薬師丸ひろ子さん。あ、じゃあ歌歌ってる人じゃん。そう、この歌いただいた人だよ。知って聞くとそうだよ、ね、今の流れで薬師丸ひろ子さん頭にない。ちょっともやっとするね。ちょっともやっとボールだね。失格だね。失格、失格を。はい、続いてが、最後になります。え、最後の問題、はい、荒井由実さん、ユーミンの飛行機雲、うん、歌っているのは誰でしょう、うん、白い坂道が空の三村。はい、三村さん。八代亜紀さん。違うでしょ。違います。ついていた、ゆらゆら、かげろうが、あの子を包む。はい、大竹。はい、大竹さん。トシさん。正解です。ああ、そうだ。なんか聞いたことあるな。ねえ。トシさん、高音だもんね、これ。そうですね。あなたの命は、はい、ということで結果はですね、はい、はい、三浦さんが0、うん、佐藤さんが2、大竹さんが7。でもこの大会やるとき俺欠席でいい。大竹さんの優勝です。この大会全然面白くない。全然わかんないんだから。ちょっと考えます、なんかやり方を、はい、私好きなんですよ、この音の、はいはい、はいはい、ということでね、はい、よかったと思いますよ、なかなか。コーラスのとこだけね、ちょっと変なね。ね、あと女優さんの歌声ってやっぱさ、そうそう、歌でこのセリフを喋ってる女優さん誰とかの方がいい、ね、そうそうそう、歌で特徴を出してないから、そう、そこ の, あのダメ出しだけは強い。みんなまさかすと大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。三村まさかすと大竹和樹と佐藤美希のサマーズのサマラジ。サマラジではあなたからのメッセージを待っています。番組のホームページにあるメールアドレスをクリックすると簡単に送れます。アドレスを打ち込む場合は sm@1242.com、 sm@1242.com です。普通歌ありですかなしですか、ナイスを狙え、参加できるものがあればどんどん送ってください。この番組はラジコのタイムフリー機能で聞き直しができます。日本放送キーステーションにお送りしてきたサマラジ、お別れのお時間でございますね。あのね、なんでしょうね、ちょっともうちょっと深いやつで欲しいね。浅い、なんだあのポテトの鳴る音とかさ。ああ、なるほどなるほどね、うん、知ってて当たり前の感じに、うん、ね、いやもうちょっとなんかこれ知ってそうなやつあんじゃんか、うん、なんかね、うん、もうちょっと分かんない、知ってる中で出なかったら一番いいんですよね。うん、うん、だからなんかよほら、どっちが女の子がパンツ履いてる音とか水着履いてる音どっちでしょう。さすがですよ、どっからでも打ち込んできますから。木村さん向けの、うん、冬用の布団をかけた時か、夏用の布団をかけた、それもなんかすっきりしねえだろ。正解言われても、ああ確かにじゃないんだよ。誰もわかんないよね、それ。ね、うん、
ラーメン食ってる音かつけ麺食ってる音か。いや難しい。工夫は欲しいってことですね。そうです。ただどうまだやりますか。もしチャレンジやりましょうよ。やりますか。だから自分の足で稼いできたこの音取ってきた昔の音工さんのシステムですね、はい、ではお別れの時間です。最後に大竹さんからまとめの一言をよろしくお願いします。やっぱり難しいですね、音の問題はね。でも楽しいですね音派じゃないのかな俺はでも楽しい。そうですね、ありますね、ということで来週もお願いいたします。この時間の相手はサマーズ大竹和人、湯野正和と佐藤美希でした。どうも。さよなら。